ああこの人なりにちゃんと一歩一歩成長していってるんだっていうのがよく分かったんですね。うん、あの脱原発とか反原発で出てきましたよね最初ね。最初の頃それが多かった、ね、そうですよねそれであの芸能界の中で居場所というか、うん、そう、うん、ね。 なかなか出演ができなくなって、それで政治家に打って出た。まあ、僕はそれぐらいで、と、あと天皇にお手紙。ね、あと牛歩と。牛歩とかね、そういう非常に極端でラディカルなところが非常に目立っていたので。え、なんだかなっていう感じがすごく強かったんですよね。つい最近までなんですけども。え、けど、ずっと調べてみて、彼の演説を聞いてみると。彼、やっぱりその反原発、脱原発のやつをしていたけども。しかし。 その徐々に1年たち1年半経つとみんなあんまり聞いてくれなくなってきたと、うん、確かにみんな今原発の運動っていうのは、うん、反原発の運動とかっていうのはもちろんたくさんあるんだけれども、はい、僕たちはあの時の熱狂はないですよね、うんえー、でそうなってきているとけれども彼はあの参議院選挙6年前に出てるんですけども、うん、その演説の時に その原発の収束のために、労働者たちがいますよね、はい、あの爆発をしたところの処理で労働者がいてと、うん、けどそういうとかもう孫受けとか、派遣の人とかが被爆リスクっていうのを本当に追いながら、作業をやっていると、うん、で具体的にやっぱり体を壊した人もいると、うん、これってやっぱり労働問題じゃないですか。うん 結局のところ、今の非正規雇用とか貧しい人とか大変な人のところにこういう身体的なリスクばっかりが来るんじゃないですか、うん、労働問題だって訴え始めると人が聞いてくれるっていうんですよ、そこでそうかと、うん、問題は労働の問題につながっているとでそう考えていろんな話を聞いていくとやっぱり貧困の問題が背景にあるとやっぱり景気が悪い、お金がない。 いてでも、うん、これはリアルな問題だと。うん、で夢を諦めたりとか大切なものを失ったりとか、うん、自分に余裕がなくなったりとか、うん、もうとにかく何のために生まれてきたのかということ自体が見えなくなってしまうようなお金という問題でそれがあると、うん、いうのは、まあ、彼は多分人権問題だという感覚を持ったんだと思うんですよね。うん、お金金ののこととがね問題だと、うん いう,ふうに考えて彼は経済の勉強をすするんですよね、はいで。その時に消費税っておかしいんじゃないのか何、うん、かこんなに逆進性が強くて、うん、えそれで貧困が拡大してるのにみんなから同じ税率を取るっていうのは富裕層に逆に優遇している税制なんじゃないのかっていうのでまあこういう議論をし始めているっていうのが分かった時に。 それ、ね、なるほどなって思うんですよねいや私も思いますね、うん、今の世の中の問題って、はい、ほぼ私もそれだと思うんですよ、<ー>なのに、はい、あの意外と政治家の人では、それを言う人が少なくて、うん、だから山本太郎さんが言ってること、はい、私も今回初めて聞いたりして、はいはい、あ これ全然普通のこことと言ってるわれが一番、人のキャッチというかいわゆる投票に行かなかった人たちに響く言葉なんじゃないかと思うのになぜかメディアでも取り上げられないし番組として、ね例えば選挙の争点としてそのことを取り上げて独自の番組を作るとかそういう動きもないしむしろ不不思思議議そうななんんでですすよよね全くどこも取り上げでほとんどないに。 しいと思うんですよねえっとこれねどこまで喋っていいのか僕分かんないんですけれどもせっかくなので聞いてくださっている方に判断は委ねようと思うんですが僕も知ってる限りの直面した問題で言うとねあの上田晋也さんの番組朝の番組っていうのが土曜日の朝の番組っていうのが「サタデージャーナル」っていう番組ってましたねそれがあの土曜の朝すごい早朝にやってる番組で私も出していただいたことあるんですけれどもその番組があの突然終わっ 終わりりまましし、ね、いうことになりましたよね、うんうん、でねあの突然終わるっていう話になる数日前に、うん、僕のところにスタッフの方から連絡があって「うんうん、いや実は次の参議院選挙に向けて山本太郎さんをめぐる社会現象が起きているっていうことを取り上げようと思っている」と。うんうん、でついては先生にその VTR 出演をしてもらいたいっていうので日を抑えてほしいって言われたんですね、はい、であれ土曜日の放送なんですけど、うん、僕なんか手前の水曜日ぐらいになんとか時間があったので、うん、じゃあここだったら大丈夫ですよっていう連絡を、うん、多分月曜日ぐらいにしたんですよ、はい、したら翌日なんかちょっと雲行きが怪しい電話がかかってきて <laughs> いや実はあの取り上げれるかどうかもちょっとまあ微妙な部分もあるんですけれども、うんうん まずあの先生がどういうお話をこの場合にされるかっていうのを教えてもらえますかっていうんですよね、うん、なのでまあ僕はあの別に応援してるわけでも別に特になんか清純度を私がやってるわけでもないので客観的に政治学者として「山本太郎現象」っていうのはこういう点があるんじゃないかっていう、うん、まあその大体の話をしたんですねそしたらね夕方に「そのコーナーなくなりました」って連絡があったんですよそで,す、うん、でその直後にネット上で「バッとあの番組が終わる、うん」うん っていうそういう報道が流れたんですよねで僕それ以上何も知らないんですよ客観的に言うとその突然終わるという話があってそれの前は山本太郎を大きく取り上げたコーナーを作ろうとしていたけども突然亡くなったっていうことなんですよね何なんだろうなと思うんですよ僕はそれ以上わからないですよだから推測邪推とかするべきではないなと思うんですけれどもしかしこう 取り上げようととするな、うん、なかなかそれが難しくなっているっていいるるっっううのは現状ってあるんだろなすね大手メディアっていうのがますますこういう起きてる現象を取り上げれなくなってるんだとすればうす、ねうん、しかもこうテレビにやっぱりどれだけ出てるのかっていうのが結構、うん、投票行動にね左右しているような現代では、うん、ちょっとそれでいいのかなっていうふうにう、ねうん、思うんですよね。 今情報報道系の番組っていわゆるワイドショー的なものも含めるとそればっかりやってるじゃないですか。なのにどの曲を見ても同じことばっかりやってて独自のこの企画みたいなものとかって本当にですよねですからまあもっとね小さく起きていることであれば社会現象と言い難いようなことであればそれは。 ね、それほど大きなスペースを割くということにならないというのは分かるんですけども例えば朝日新聞とかでもその「山もた現象」についていろいろとこれまで記事も出ているし、えー、とどう見ても社会現象として人がと集まっているとネット上でもものすごいこう再生をされているというのはまあもうニュースだと思うんですよね,すよねあれそもそもあれ今いくら集まってるんですか2億でしたっけ2億円を超えてるんですよねしかもすごくこう小口のというか、はい 1000円とかですねそういうのを寄付している人が結構いるんですよね、はい、千1000円で2億円そうなんです、まあ、全部がそうではないかもしれないんですけど大口の人もいると思うんですが、はい、普通こういうすごい億を超えるようなお金って大口の人がいてそれがまあかなりの部分を占めるんだと思うんですけどやっぱりその見ているとですねすごく何千円単位っていうのがすごく多いんですよねつまりこれもあの朝日新聞のウェブかなにこう山本太郎のその 令和新選組に、うん、えと寄付をした人にいろんなインタビューをしていくという記事が出てたんですけど<ー>本当に非規雇用で非常に厳しいと、うん、その本当にあの貯金がなくなりそうになるその中から1000円入れてるとかっていう人が結構いるんですね<ー>これね山太郎さんが背負ってるものはすごく大きいと思うんですよ、うんうん こういうものが積み重なった2億円っていうのは僕ねちょっとね日本政治でそんなに起きてる現象ではないと思うんですよねこれまでにだからねいや僕もずっと反省をしていて軽んじてきたんですよ山本太郎という存在をそんなに僕は大きくかつオーバーな人だなっていう感じを持っていて僕の言うオーバーですからねベロリン級とかわかります